認したいポイントは6個、基本的にはこの6個になります。退職日と、国民年金と厚生年金、はい、で雇用保険で健康保険で確定拠出年金、あとは所得税、住民税というところです。はい、ではですね、1個ずつ見ていきたいと思いますが、はい、退職日ですね、これですね、結構知らない方も多いので覚えておいてほしいんですけども、退職日と再就職日が1日でも空くと他の社会保険制度に加入しないといけないんですね。基本的に皆さん社会保険は会社が入ってるって思ってると思うんですけども、保険料は会社と皆さん折半で払ってるんですね。健康保険だったり厚生年金保険だったり、でそれを1日も空けずにその次の、就職先に転職した場合はその次の会社の社会保険に入るのでそれで終わりなんですけども、1日でも空くと自分で国民健康保険ですねに入らないというところなの でしかも自分自身で入らないといけないし全額自己負担ということなので、お金の面でも損をするし手間でもあるというところなので、まあ、有給を使ってうまくスライドできるようにした方がいいかなと思います。はい、で2つ目ですね、有給休暇を使い切れるように、まあ、現在職場での影響を考慮しながら仕事などの引き継ぎを回復すること。なので、まあ、一番のことを意識しながらですね、ちゃんと有給を全部消化できるように、まあ、スケジューリングするのが大事ですよという話になります。はい、で3つ目、ボーナスの支給日は大切です。これ皆さん当たり前だよと思うかもしれないんですけども、ボーナスの支給が義務が発生するのがいつかっていうと、ボーナス支給日まで在籍してそして払われるんですね。だから支給月に辞めたとしても支給日まで在籍しないともらえません。で大体6月、12月、あと決算ボーナスっていうのがあるので3月だったりするんですけども、きちんと支給日まではですね在籍するようにした方がいいと思います。で最後4つ目、月末まで在籍する。これちょっと一点、一番目とちょっと似てるんですけども、例えば今月は31日まであるので31日で辞めないで28日付で辞める、そんなことしてしまったら、その時は7月は社会保険は会社のみは入れずに自分で入らないといけない、はい、お知らない人多いと思います。なのでそうすると手続きも手間だし全額自己負担なので、そこはですねちゃんと月末付けで辞めるようにした方がいいと思います。社会保険の判定が月末時点に在籍しているところなんですね。はい、なので覚えていただければと思います。はい、で国民年金厚生年金ですね、転職先が決まっている場合は年金手帳というのを返却してもらってください。おそらく預けている方がほとんどだと思うんですけども、それをですね転職先に提示または提出する。でそれ以外の場合、それ以外の場合というのは、まあ、一旦ちょっとやめて休憩してから再就職だったりフリーランスになる、その場合には、まあ、自分で国民年金の変更手続きをする必要があります。さらに国民年金保険料も自分で払う、そんなことになります。で雇用保険、転職先が決まっている場合は雇用保険被保険者証というのを返却してもらって、それを提出するのが OK です。で、そうじゃない場合というのは、こちらの被保険者証と離職票を持って、ご自身が住んでいる、まあ、住所管轄のハローワークで、給食の申し込みをすると、失業手当というのがもらえるという感じですね。はい、健康保険です。転職先が決まっている場合は、まあ、退職日に健康保険証を奥さんの分、子供の分もまとめて返却する必要があります。で会社がですね、健康保険非扶養者移動届っていうのを年金事務所に提出しないといけないので、まあ、会社から指示があると思います。なので、まあ、指示に従って、まあ、押印などをして速やかに手続きを行えばいいと思います。で退職後、まあ、転職もしないしばらく休んでから転職だったりフリーランスの場合はですね、
国民健康保険または任意継続保険者制度、このどちらかを選んで入らなきゃいけないんですね。で、この選ぶのは退職後20日以内に手続きしないといけない、結構短い期間で選ばなきゃいけなくて、これ手続きしないとどうなるかというと国民健康保険の方に入ることになります。で、これ住んでいる地域によって違うの、保険料が違うので、一概にどっちがいいのとは言えないんですけども、任意継続した方が保険料安かったり、優遇された制度、会社によって、まあ、なんか薬を買っていいよとか、あとはまあ健康診断が安いとかあったりするんですけども、まあ、そういうのを選ぶりするので、まあ、任意継続を選んだ方が無難ですね。で、そのためには20日以内に手続きするということを覚えること、これ絶対守らないと国民健康保険自動的になってしまいます。はい。で、確定拠出年金ですね、転職先の企業年金だったり確定拠出年金を確認して、で、転職前に加入していた年金制度があれば移管手続きをご自身に、会社勝手にやっておりません、なので手続きを行ってください。で、転職が、ま、すぐしないよという方は転職が決まった時に加入機関に問い合わせをして、ま、どうなんですかということを聞いていただければと思います。はい。所得税住民ですね、決まっている場合はですね、源泉徴収票というのを転職先に提出します。そうするともうすべてやってくれるので確定申告は不要になります。で、それ以外の場合どうなるかといいますと、源泉徴収票を持ってご自身で確定申告しないといけません。はい。で、所得税は給与から概算で先に提出されているので、確定申告するとお金少し戻ってくるなので必ずしてください。で、なおですね、退職と同年内に再就職した場合は年末調整で済むので確定申告が不要ということになります。で、最後住民税ですね、転職先が決まっている場合は楽なんですね、市町村から住民税の明細と同書が送られてくるのでそれを提出すれば OK。 で、それ以外の場合は月によって違うんですけども、1月から5月に退職した場合は最後の給与または退職金から残った税金を一括して支払います。で、6月から12月に退職した、今7月なんでこれから転職する場合は一括または分割して自分で納付しないといけません。はい。これ払わないっていうのがダメですね、まあ、最終的には資産差し押さえみたいなことまでなってしまうので、住民税は一括または分割して自分で納付するようにしていただければと思います。で、ここでですね、ちょっと注意点があるんですけども、転職で年収が上がる場合っていうのはいいんですけども、下がる場合もあると思います。で、下がる場合は注意で、転引される住民税っていうのは前年の所得に基づいて払ってるんですね。だから年収が高くて低くなると、年収が高い時の住民税払わないといけないのに、かつ年収も下がるということで毎月の手取りがぐっと減るってこともあります。なので、ちょっと転職するときに年収下がるなっていうときには少し気をつけていただければなと思います。住民税の分が手取り減るよということですね。はい。というわけでですね、本日はいろいろ話してきたんですけども、まあ、僕たちの世代、まあ、20代、ここにいる方は30代、40代、50代までいらっしゃるかもしれないんですけども、まあ、厳しい時代を生き抜くことになるんだなということが分かったと思います。で、厳しい時代を生き抜くためには、キーワードはですね、依存から自立なんですね。で、自立するためには行動しかないんです。で、行動を起こすから、その後の人生が大きく変わるんですね。で、僕も、まあ、会社員から起業してということで、行動を取ったことで大きく人生が変わっています。で、その行動を取ったことは全然後悔してなくて、今すごい楽しいですね。はい。なので、まあ、ぜひですね、本日いろいろ話してきましたけども、あ、これいいな、やってみたいなと思うことが一つでもあれば、ぜひ行動につなげていただければなと思います。はい。というわけで60分間長くお付き合いしていただいてありがとうございました。ご清聴ありがとうございます。